コーネル大学、コーネル大学鳥類学研究所、コーネル大学鳥類学研究所は、コーネル大学の施設の一つで鳥類その他の野生生物を研究する。会員制度により運営され、所在地はニューヨーク州、イサカ。サプサッカーウッズ自然保護区内にあり、建物はイモジェーン P パワーズ鳥類学生物多様性センターと呼ばれている。職員は250名で、 所属研究員、教員、職員と学生が研究所の趣旨に従い様々な研究プログラムに携わる。地球の生物多様性を解説し保全するため、鳥類学を専門とする研究活動、教育、市民科学者育成を進めており、研究所の活動はおよそ7万5千人の会員組織が支える。この研究所の出版活動は、 自前の出版部門を通じて行われ、循環リビングバード氏のほか、電子版で月報を発行。また多数の市民科学事業とそのウェブサイトを運営し、All About b ズ r s 鳥のすべてという公式サイトは、ウェビー賞を受賞。コーネル大学鳥類学研究所の創設者、アーサー・ドク・アレンは、連邦議会でロビー活動を行い、1915年に、 アメリカ国内初の蝶類学の大学院課程ができる。当初、蝶類学研究室、ラボオブ・オーナサラジーは、同大学の昆虫学、水分学課程に併設された。活動資金の寄付者を募るかたわら、研究所用地の買収を蝶類観察者で、起業家のライマン・スチュアートを中心に進めて、工作地の所有者から寄贈も受けると、1954年に、 鳥類保護区としてまとまった土地の保全が始まる。スチュアートは研究所の最初の建屋完成に向けて資金援助を支え、1957年に竣工させる。初代研究所長のアーサー・アレンは、カユガコテッチでシルスイキツツキイエロー、ベリードサプスカーの繁殖が初めて観察されたことにちなみ、同僚のルイス・アガシス・フーアテスやジェームズ・ガッチェル、 フランシス・ハーパーと相談して研究所一帯をサプサッカー・ウッズと名付けている。この鳥は現在は定着し、研究所のロゴにもなっている。コーネル大学鳥類学研究所は、その後、2003年夏に開館したイモジェン・パワーズ・ジョンソン鳥類生物多様性センター棟に移転したビジターセンターの玄関ホール。左手に観察窓が見える。 サプサッカー宇津自然保全区は総面積226エーカー。サプサッカー池周辺の湿地や森林をめぐる観察路は全長 4km 長で保護区内で記録された鳥は230種を超える。来訪者が利用できるビジターセンターは毎日午前10時から午後4時まで開館する。研究所屋外の三口ありと館内公共部分の来訪者は 例年およそ5万5千人である。ビジターセンターの観察施設は、玄関部分の幅9メートルほどの壁面に、観察窓とスポッティングスコープが設置され、座席と暖炉を配してある。鳥屋、自然の高精細映画を上映する、バーテルズ映写室、来訪者が鳥屋、動物の音声について学ぶ、視聴覚室に加え、観察窓の壁面に2つの大きな壁画がある。 画家ジェームズ・プロセク、ジェームズ・プロセックの作品にはいずれもセンターで観察できる鳥の種を選び、識別のヒントになるようシルエットと生息環境を描き、参照用の番号を付けてある。別の一点は、ジェーン・キムによる鳥類の進化史がテーマで恐竜の時代から現代まで数百万年にわたる世界の既存の鳥類の進化を追い、全滅史も表した。 観察施設には来訪者が聴いて楽しむ作品もある。マヤリン、マヤリン作、サウンドリングでは世界の多様な生息地の音の風景を体験できる。鳥類保護団体、ワイルドバード・アンリミテッド・ワイルド・バーズ・アンリミテッドが出展する売店、過去及び現代の鳥学の観察記録や専門雑誌などを集めたエーデルソン図書館のほか、来訪者が利用できる区画には、 マルチメディアプログラムや野生生物をテーマにしたアート、あるいは画家、ルイス・アガシス・フーアテスのスケッチを再構成した壁画、また2階には小規模な観察施設がある。コーネル大学校内にあるが、独自の運営基盤を有する。定数30名の経営委員会を置き、委員の任命権はコーネル大学評議会に委ねられている。2014年度において、 年間予算は2050万米ドルであり、収入は2190万米ドルを計上した。上級職員18名には、コーネル大学の現役の教員8名を含む。一般市民が日常に行う観察活動を束ね、科学への貢献に結びつける活動は、この研究所の代名詞である。老若男女のバードウォッチャーが技術の差こそあれ、市民科学者として、 鳥類の分布と生息数の全体像を把握に欠かせないデータの収集にあたる。プロジェクト参加者の総計はおよそ50万人に上る。オンライン版の図鑑兼データベースをバードといい、地上の1万585種の鳥類の情報をまとめたデータベースから検索することができる。現在までに登録された観察記録は3350万件。 観察した種は1418種とされる。市民科学者の観察記録に支えられ、種ごとに生息数減少、生息域の拡大あるいは、鳥類の疾患の流行状況を把握できるようになった。バードウォッチャーの観察は、都市部や郊外、森林に至るまで研究者の研究を拡大し、鳥の種ごとに人間の暮らしや環境汚染、 気候変動や生息域喪失の影響に関わる研究上の課題に答えを探す助けになってきた。市民科学者事業は年間を通じて模様され、餌台に集まる鳥の定点観測プロジェクト、フェダーワッチ、鈴くじと育成に関わるネストワッチのほか、都市の鳥に注目するセレブリートアーバンバーズや、樹木の生える環境の鳥の観察バーズインフォレステッド、ランドスケープスなど、 生息環境ごとにまとめたり、写真と動画の記録と投稿、キャンクリックアに特化したり、あるいは全米オーディオボン協会との提携事業2件を推進する。バードと生息数調査事業、地球は大きな裏にはグレートバックヤードバードカウントがある。コーネル大学鳥類学研究所では、定点カメラをネストカームズと名付けて設置し、春の繁殖期に映像中の鳥の生態を、 記録してきた。研究所では一般の人々が鳥について学びを深める複数の方法を用意している。自習を段階ごとに進められるよう研究所の教育ウェブサイトバードアカデミーで鳥類学、包括鳥類生物学を提供し、教科書はハンドブックオブバードバイオロジー第3版を用いる。バーザルースカリキュラムは 小中学生対象で鳥にまつわるプロジェクトを通して科学を発見する手助けを目指して設計された。5週間のオンラインコース、生態調査、鳥の求愛と競争は、イコーネルを通じて利用できる。iOS および Android 機器向けに公開する無料アプリのマーランバード ID は、図鑑としても識別ガイドとしても利用できる。ユーザーが観察した鳥の名前を探すガイドであり、 中斎する鳥はアメリカ大陸と西ヨーロッパ、インドの3000種。世界のあらゆる場所ごとにまとめた鳥種のリストの閲覧に加え、簡単な質問に答えたユーザーには最も可能性の高い種に絞り込んだリストが提供される。このアプリは2017年に更新されて AI による自動車新認識機能が追加された。オンライン調類カンオールアバウトバーズには来た。 アメリカの鳥類数百種の写真と音声、動画及び鳥の研究に関する最新の記事が含まれる。バードのエクスプロアスピーシーズ機能は、ウェブ上でバードとマコーレート書館、マーランバード ID を統合し、合計1500種鳥の鳥類を収載する。地名あるいは地域名を入力して、観察記録のある鳥のリストを表示し、 名前をクリックすると写真を見たり鳴き声を聞いたりできる。アメリカ及びカナダで繁殖する鳥類760種鳥に関して、最も包括的な参考文献がバーズ・オブ・ノース・アメリカであり、オンライン版は優償高読制で提供されている。鳥類の詳しい知識を求める人を対象に、それぞれの種の記述は鳥類学者その他の専門家が執筆し、 その内容は常に科学文献の詳細で権威のある、要約と画像などメディアを提供してきた。研究所所属の科学者、学生及び客員研究者は、それぞれ独自の研究テーマに取り組み、行動生態学、環境保全や環境教育、進化生物学、情報システム及び集団遺伝学に関する多くの知見を発表している。また同研究所のシステム開発者により、 ハードウェアとソフトウェアのツールが開発され、鳥や動物のコミュニケーションや行動分析に活用されている。進化生物学研究室で進む生物史観の関係究明には、鳥の生態や標本から DNA サンプルの抽出が行われる。保全科学部は研究実施や論文出版の実績に加え、生息数保全を目的とした生息地管理者ガイドを作成。 森林の鳥について、スカーレット・タナジャースや、森つぐみなど、減少傾向にある種を対象とした。提携事業としては、パートナーズ・イン・フライトと、共同で急速に減少しつつある陸長の種を、特定し、史上初の北米陸長保全計画、ノース・アメリカン・ランドバード・コンサーベーション・プラインを、作成した。2009年3月には、研究所職員と複数の、 学外機関との提携関係の成果として、初の鳥類実態調査報告書、ステート・オブ・ザ・バーズを発表している。新熱帯区鳥類保護事業、ニオトラ・ピコル・バード・コンサーベーション・プログラムは、北米の多くの鳥が越冬するメキシコに注目、現地の鳥の個体数の基本データ化を目指す、情報収集を進める傍ら、複数の相手国の機関や団体を対象に、 保全技術の研修並びに、情報や資材など、リソース面で支援に取り組む。2004年から2009年にかけて合衆国魚類、野生生物局が行った橋ジロキツツキの調査では、この研究所は、生態の科学調査を受託している。研究所の産官学共同事業並びに指摘機関、NGO との企画では、現在、優先課題として、 風力発電施設が鳥類及びコウモリの仲間に与える影響をよりよく理解しようと努めている。研究所の主催する生物音響学研究事業は世界で事業を実施する研究者向けに遠隔録音装置を開発した。この自律録音装置はハードドライブとケース、マイク配列で構成され設置場所は森林から海底まで選べる。これらは実際に ウの音声研究、エレファントリスニングプロジェクトや、クジラ類の調査、さらにハシジロキツツキの生息の確認にも用いられている。BRP の開発した音声分析ソフトウェアに、例文と例文ライトがある。また、追跡情報をあらかじめ指定できる無線タグの開発が進んでおり、蝶類はじめ生物の生態を長期間にわたり、追跡し、 鳥類の渡りにも応用しようとしている。設立当初から研究所は鳥類と動物の音声記録に注目してきた。創設者、アーサー・アレム・アーサー・アレン及び教室の指導学生はこの分野の先駆者であり、発足当初は映画用フィルムの音声トラックを用いて鳥のさえずりを録音していた。聴室聴音をした保管施設では、 研究所の誇る魔高齢音声図書館が揃えた世界最大の自然音声の記録を保存している。収蔵資料52万5000件の内訳は鳥類、コウモリ、クジラ類、虫類、カエル、ゾウソの他の動物の音声である。録音技師は世界各地に出かけて野生生物の音声を取り映像を撮って収蔵資料の拡充に努めている。録音記録は 世界中の科学者に提供される。また博物館の展示から、ハリウッドの商業映画まで、あるいは、目覚まし時計から野外で、手持ちの PDA 機器を使う鳥の識別アプリまで、応用された分野は実に広い。これらの録音は、コーネル研究所の音声ガイドに編纂される。マコーレ音声図書館、マコーリーライブラリーでは高画質ビデオを精力的に収集しており、 利用者は誰でも音声記録を聞いたり映像記録を閲覧したりできる。マコーレ霊録音図書館所属の専門家は毎年1週間にわたる録音技術ワークショップを開催する。参加者には科学的に実証性の高い音声記録を取るため野外用の手持ちの録音機器をどのように用いるか実践的なトレーニングが行われる。情報科学単位は 大学研究所の市民科学者事業を支える基盤を創設した。また膨大な量のデータを集約して図表や地図、数表に変換する。この単位に属するコンピュータのプログラマの手により、公式ウェブサイトのバーズ・オブ・ノース・アメリカ・オンラインが運用され、新しく立ち上げた地のデータベース、エビアン・ナレッジ・ネットワークでは、西半球に設置された研究機関それぞれから、 蝶類のデータ記録の提供を受けて、相互リンクしようという壮大な努力が進んでいる。2009年10月時点で悪の、仲裁データ数は6600万件超で広く、一般に解放されている。同じジョンソンセンター棟に、脊椎動物標本を集めた、博物館がある。巨類123万、両生爬虫類44300件、蝶類45000件。 卵類3200件、すでに絶滅した、哺乳類15000件を含む、在校生及び研究者の研究活動に供される、リビングバードマガジン、オータム2003、衣春1059から 521X、ありがとうございます。